子どもたちの大好きな虫といえばカブトムシにクワガタ、そして小さなアイドルダンゴムシ。ダンゴムシの特技は丸くなること。でもいくら触っても丸くならないやつがいた。こいつの名前はわらじ虫じゃ。同じ仲間でよく似ているのでみんな間違える団子だから、今日はみんなにその違いを教える団子。ウッフ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 。ダンゴムシとわらじ虫。ダンゴムシの正しい名前はオカダンゴムシ。体は丸みを帯び、頭と尾の間は7つの節に分かれています。一方、わらじ虫の正しい名前はやっぱりわらじ虫。節の数は同じですが平べったく、お尻にツンと突き出た尻尾があるのが特徴。どちらも名前に虫がついていますが、実はエビの仲間なんです。驚いたか。知ってる人は少ない団子。この2匹ともにヨーロッパ生まれ。江戸中期から明治にかけ外国船の荷物に紛れて日本に来たのです。それが今では日本全国に。びっくり団子。そもそもダンゴムシとバラジムシは森で生活する生き物。彼らの糞は森の栄養となるんです。都市化が進んでもその環境に合わせ、私たちのすぐ近くでも暮らすようになりました。暗くてジメジメしたところならこんな鉢の下でも OK。 そして食べ物も人間の食べ残しなどを食べられるようになったのです。さらに人間のそばで暮らすメリットは石やコンクリートが多いこと。強い甲羅を作るためカルシウムが必要で、石やコンクリートも食べちゃうんです。すごいじゃろう。ただ一つ彼らの違う点は敵に見つかった時の対処法。実際に見てみましょう。対戦相手はクロオオアリ。まずはオカダンゴムシ。はじめ。早くもやる気満々のアリ飛び出した。逃げるダンゴムシ。こら待てー、まだなんからー、ダンゴ。ダンゴムシは大ピンチ。しかしダンゴくん丸くなって、その鋭い顎を跳ね返しています。おっと、今度はこじ開け攻撃だ。負けるもんか。アリ、アリリ、あかん、あきまへんわ。降参。万歳万歳万歳。続いてはわらじ虫。どんな対処法を見せるのか。今度は手も当たるぞ。全く動じないわらじくん。おっと、アリが噛みついた。うにゃーと、その時何やらわらじ虫がお尻のところから透明な液体を出しました。ん、これは一体なんだ。実はこの液体は仲間に危険を知らせる警報フェロモン。彼らは自分がやられている間に仲間が逃げられるように匂いの合図を出すのです。すごい。わらじ虫くん偉い。恐れ入りました。